おはようございます。ここは JR 東日本東京駅丸の内駅舎です。今回乗っていくのは朝一の秋田新幹線小町1号秋田行きです。別に特段秋田に用事もないくせに新幹線に乗るためにこんなクソ朝早い時間に東京駅にいるわけです。せやかていいこともあります。早起きは三文の徳。このように誰もいない静かな東京駅駅舎を独り占めできます。僕はこの朝の時間がめちゃくちゃ大好きです。なので早起きは全然できます。お腹がついてこないことがありますけどね。はやぶさ小町1号新函館北斗秋田行き20番線ホームからの発車です。各方面へ向かう1番列車がずらりと並びます。301号121号501号すべての列車の末尾が1番です。なんか気持ちいいですね。こちらは翼の1番列車。お客さんが乗ってるのは翼号の車両のみですが、こういう風に回送で後ろにいい日系をくっつけていくんですね。これなんか最近やり始めたようで、前に翼121号に乗った時はやってなかったので、まあやる日とやらない日があるんでしょうね。こういうレアな光景も見ることができました。そしてやってきますのは、上から2番目下からも2番目はやぶさ小町1号、新青森じゃない新函館北斗と秋田行きです。発車の30分前にはホームに来てしまいました。ちょっと早すぎますよね。それはさておき、どんどん日が昇ってきて辺りも明るくなってきました。そんな時間帯にこのはやぶさ1号小町1号は東京駅20番線ホームに入線してきます。長い長いはやぶさの10両編成の列車が通り過ぎました。ようやく今10号車グランクラスですね。ようやく小町号の11号車これもグリーン車です。そして12号車以降17号車まで小町号の指定席の車両が続きます。確か僕はこの日16号車に乗ったはずです。多分ね、きっとね、ちょっと記憶が曖昧なんですけれども、まあそれは置いときまして、やはり17両編成ともなるとね、入線シーンだけで迫力がすごいですね。日本一長い編成がこの東京駅に到着するわけです。堂々の1番列車小町1号の表示、上野は停車しますね。そしてこの小町と翼用の E3 系および E6 系についております、フラップですね。ミニ新幹線の規格で作られたので、新幹線のホームだとホームと車体の間に空間ができてしまうんですね。それを埋めるための橋みたいな役割をあの小さい板が担っているわけです。 E6 系の指定席久しぶりに乗りました。多分2年ぶりくらいかもしれませんね。続々と各地方へ向かう新幹線が来ています。あれは多分臨時の谷川号ですね。あの越後湯沢とかガーラ湯沢に向かうね、バチクソ邪魔なスノーボードを持ったあの陽キャどもを運ぶための列車でしょうね。今回久しぶりに駅弁を写してみました。八ヶ岳高原の鶏飯適当に買いましたけれどもね、非常にボリューミーで美味しかったです。そして今回150周年ファイナルパスを使っているので、その切符を見せれば 10% か 5% オフで買うことができました。先ほど電光表示にあったように6時32分東京駅を発車します。この東京駅から秋田まで距離にして662キロ、時間にして約4時間、この E6 系小町号とのお付き合いとなります。上野を発車しまして、どんどんと都心から離れていきます。こちらは田町の総車場、奥には奥車両センターも見えるでしょう。シャレじゃないですよ今の。奥には奥車両センターが見えるってそんなことね言うわけないでしょう。これね意図しなくてもそういうシャレみたいに聞こえるから本当嫌ですよね。まあ、たまにカシオペアとか四季島とか見えるんですけれども、今回は日立の車両とか、あとはあの東北線とかの、車両しか見えないですね。あとはちょっとくたびれた、寝台特急北斗線に使われてた車両が何両か留置されてたりもします。あとあんまり僕は詳しくないんですけれども、電気機関車もねまだ何台かは見れますよね。あそこほらいましたね、ブルートレイン。
北斗星が走らなくなってからも久しいですね。最後に乗ったのが僕多分10年くらい前ですね。では車内放送なんで黙ります。右側の席に座ればこのように埼京線との並走具合を見ることができます。ただこの区間は最高でも130キロしか新幹線は出せませんので、そこまで埼京線の列車との速度差はありません。圧倒的ではありません。ただそれでも新幹線が勝ちますけどね。東京を出てから25分、6時57分に大宮駅を発車します。ここでも多くの方が乗ってまいりました。これで、仙台まで向かう方が車内に揃ったことになります。車内は8割くらいは席埋まってましたね。さすが朝一の新幹線、出張ですとか旅行で東北方面へ向かう方がかなり利用されているものだと思われます。奥には谷川号が過ぎていきましたね。朝一の高崎を出る谷川号に乗ればこの大宮でこの小町1号はやぶさ1号に乗り継ぐことは可能です。ただ朝一のじゃないとダメです。朝2のやつだと乗り継げないですね。次の列車まで待ってくださいねという感じです。鉄道博物館を過ぎていよいよ加速していきます。こっからが新幹線らしい走行を見せてくれるでしょう。あとは大宮から東京へ向かう新幹線にこの朝の時間乗る方が結構いらっしゃいますからね。小山駅をとんでもないスピードで通過していきます。ここら辺はまだ275キロしか出せませんが、宇都宮を過ぎるといよいよ320キロ、日本最高速での走行が始まります。さすがに320キロで走っている時は、いろんな設備を導入して揺れないようにはなるべくしてある。この E6 系 E5 系の車両でも揺れるなと感じることもあります。あっという間に仙台到着です。東京を出てから1時間31分という速さです。これなら東京に住んでいても朝一の仙台出張とか言われても十分間に合います。向かい側のホームには17両編成のやまびこかはやぶさか、ちょっと判別はつかないんですけれども新幹線が止まってます。この E6 系は小町だけではなく17両編成で運転する時のはやぶさ号ですとか、同じく17両編成で運行するやまびこ号にも投入されます。
あとは那須の号にもたまに投入されますね。まあそれは満員運用の時とかも多いんですけれども、そんなことを言っておりますと8時5分に仙台駅を発車します。この仙台駅ではお客様の入れ替えがかなりあります。仙台駅をまたいで乗り継ぐ人って結構少数派な印象あるんですよね。そして列車は320キロ走行を継続します。全速力で古川駅を通過しました。もう何が何だか分かんないですよね。動体視力が鍛えられそうな車窓です。景色があっという間に過ぎていく、これが新幹線の旅の魅力です。まあ、こんな中でもね、寝たり読書したり駅弁食べたり、こんな高速移動をしているのに車内ではのんびりできるのがなんか矛盾してて面白いですよね。外から見たらめっちゃいそいそしてるのに、中ではなんかゆっくりしてるぞこいつみたいなね、そんな対立構造が好きだったりします。あっという間に盛岡到着です。盛岡から仙台までわずか39分。アニメを1本半見たら盛岡に到着しているという恐ろしさです。この速さに到達するまでに JR 東日本の何年にも及ぶ努力が結集されているわけです。向こう側にも秋田からの小町号が入線していきました。ここから先在来線区間に入りますが、ほんの一部を除いて単線区間の走行になります。なのでこうやって複線区間であるうちに一本対向列車をやり過ごしておけるのは時間短縮につながるということですね。緻密なダイヤ設定がされているのが伺えます。まああちらは盛岡駅目玉の連結作業をしている最中ですけれども、こちらは逆に後ろについているはやぶさ号とは連結を解除、キャストオフしまして8時48分に盛岡駅を発車し、これから小町号は単独で秋田方面へ向かいます。ミニ新幹線が分岐する駅としては同じく福島駅が挙げられますけれども、盛岡駅と福島駅ではポイントの設備ですとか、あるいは列車の運行頻度等が違いますので、福島駅ほど盛岡駅はダイヤのネックとはなっていないみたいです。福島駅も今大規模なアプローチ線を建設して、この盛岡駅と同じとはいきませんけれども、まあダイヤのネックが解消されるように大規模な工事をしているところですよね。ここら辺からはね、皆さん電車で GO でおなじみの区間なのではないでしょうか。僕も随分子供の頃はやり込みました。ここら辺のね、あの盛岡駅に登っていく線路も皆さん130キロ以上のスピードを出してですね、盛岡駅で待機している E2 系とか200系に130キロくらいのスピードで衝突するという、子供ながらの豊かな発想での遊びをですねされた方も大勢いらっしゃると思います。3月初旬の秋田はまだ雪がかなり残っており、冬の景色が広がります。美しい真っ白な雪原をこの赤い閃光のような車両が駆け抜ける姿は外から見るとかなり映えるのではないでしょうか。雫石を過ぎると列車は峠に入ります。田沢湖線の見せ場というところですね。景観が非常に良いですね。しかしながらここら辺の区間は線路がかなり曲がりくねっておりまして、所要時間がちょっとかかってしまうことがネックです。その所要時間の短縮のためにバチクソでかい直線トンネルをバチクソ金かけて掘ってみないかという案も出ているみたいです。しかしながらめちゃくちゃ金と時間がかかる工事なのに対して、秋田東京間の短縮時間はおそらく7分程度になるだろうと言われております。ワールドカップのロスタイムと同じですね。まあロスタイムでサッカーで2点入ると考えれば7分短縮は結構でかいと思うんですけれども、まあそことの兼ね合いでトンネル掘るか掘らないかが決定されていくんじゃないかなと思います。単線区間なのでこのように
列車がすれ違えるような設備が設けられています。そして冬場雪でポイントが凍ってしまわないようにシェルターも設けられています。僕はどちらかというと石勝線とかあるいは石北本線でよく見かけるシェルターの構造ですね。見慣れたもんですよ。また秋田からの対向列車とすれ違います。基本的に1時間に1本くらい小町は運行されているはずなんですけれども、結構秋田新幹線の区間に入ってから列車とすれ違う本数があるなという、そんな印象でございました。まあ、それだけこの盛岡秋田間の在来線区間が結構長いんですよね。127キロほどあるみたいです。127キロって言ったら皆さんがご存知の東京三島間の距離とだいたい同じくらいかもしれませんね。そんなことを言っておりますと9時22分田沢湖駅に到着しました。6時32分に出て、2時間50分ほど経過しましたね。秋田新幹線内で最初の停車駅に到着します。雫石に止まらないのは朝一の小町号をなるべく早く秋田まで到達させたいという JR 東日本の意図を感じるのですが、どうでしょうか。在来線区間内では最高130キロまで一応出せるようになっているんですが、そんな130は出してないような走りっぷりですね。110とか120とかで、まあ、スルーッと走っているような印象です。まあ、当然乗り心地はいいですよね。それは新幹線のクソ速いスピードに対応するように作られた車体なので。9時35分角館に到着です。角館は秋田内陸縦貫鉄道の乗り換え駅です。そう、声に出して言いたい8文字熟語、秋田内陸縦貫鉄道。皆さんもう一度言ってみましょう。秋田内陸縦貫鉄道に乗り換えることができるのがこの角館です。駅の看板にもあるように道の区小京都と言われる観光地でもあります。私もいつか降りて泊まりがけでですね、観光してみたいなと思っているんですけれども、残念ながら今回も実現しませんでした。いつになることやらということですね。果たせない予定がどんどん増えていく、やりたいことがどんどん増えていく、人生とはなんともどかしいものでしょう。そんな話は置いといて9時48分、みんな大好き大曲駅に到着です。電車でGoプレイヤーの方がですね、何回も車止めに突っ込んだことと思われます。私も何回も突っ込みました。重大インシデントを自ら積極的に引き起こしていくという子供ならではの遊びをゲームでしたものです。ここで対向の小町16号が到着します。この対向の小町16号に乗った動画もね、私投稿しておりますので、もしよろしければそちらもご覧ください。そしてですね、この大曲駅でかなりの人が降りていったんですね。ここから湯沢ですとか横手ですとか秋田の内陸部の都市に行く方がいらっしゃるということなのかなと個人的に解釈しておりますが、どうでしょうか。対向の小町16号と入れ替わるように小町1号が発車します。この小町16号、東京と決着がね1時台なんですけれどもね、結構な方が乗っていらっしゃいましたね。1時に東京を着いて、まあお仕事して夜帰るの結構遅くなりそうな、そんな感じですよね。泊まりが気になるんでしょうかね。大曲ではスイッチバックをし進行方向が入れ替わる形になります。こういう先見にならざるを得なかったんでしょうね。そして珍しく、単線が2本並んでる形の伏線ですね。単線並列っていうのかな。そのためこのように伏線バトルが勃発することがあります。これもここだけじゃないか、山形とあの仙山線と分かれるところあたりまでも見られるっちゃ見られるのかな。秋田地方の雄大な自然を眺めながらですね、終着駅秋田へと向かっていくこの小町1号、黄色いシートはですね秋田地方の稲穂の色をイメージした色になっていました。大変快適に過ごせる E6 系車体傾斜システムも搭載しておりまして、なるべく揺れが少ないようになっております。さすがに320キロ走行区間では揺れる感じがあったんですけれども、在来線区間では全然揺れないなと。めちゃくちゃ乗り心地は快適でした。
そんなことを言っておりますと、まもなく秋田に到着します。秋田地方を走る車両がですね、ここら辺に終着しています。タイミングが良ければ新潟行きの稲穂号になる E653 系とかもね、いらっしゃることがあるんですけれども、今日はちょっといらっしゃらなかったかなっていう感じですね。あとは小鹿線の車両ですとか奥羽本線の車両を見ることができます。まもなく画面奥側から新潟方面から来た羽越線の線路が合流してきます。この秋田で合流して奥羽本線となって青森までずっと線路がつながっています。この東京から秋田まで乗り通した方はそんないなかった印象です。むしろ盛岡から秋田までの間の区間利用と仙台から秋田まで向かう方、こちらの2種類の方の方が多かったかなという印象ですね。軽くですが調べたところ、東京秋田間の需要も当然あるんですけれども、宮城県から秋田まで向かう方々の需要が結構あるみたいで、そういった需要を拾いつつこの小町号は結構繁盛しているわけですね。座席も最後までだいたい 5,6 割は埋まっておりましたので、もし小町号に乗ることを検討しているのであれば、そして希望の席を確保したいのであれば、なるべく早めに駅ネット等で予約することをお勧めします。本当直前になるとね、最近新幹線の切符取れないんですよ、小町に限らず。この間トキ311号とか全然埋まってて、もう自由席にしましたからね。それだけ新幹線の需要が戻ってきているということの証拠でもあり、嬉しい反面、やっぱり自分が希望する席は取りたいなという気持ちもあるので、弊害もあるのかなという複雑な気持ちですね。東京を出ましてから3時間と52分、小町1号は秋田駅に到着いたしました。長旅お疲れ様でございました。10時24分に到着すればですね、十分秋田周辺ですとか他の観光名所を回ることはできると思いますので、ぜひ皆さん小町1号使ってみてください。ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でもお会いいたしましょう。バイバイ。